ブリッジ参りましょう。1人目は京都出身の山下。おーおーおーできない人だ。運動できそうなのに。これ測るの？上がってないもん。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてバラエティ系中島。頼むよ。中島から目離せないよ。おお、綺麗です。お、綺麗な帽子。これのやつはいけんだ。65cmです。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてキラキッズ小田倉ですが、ちなみにマザー増本はできないですよ。何？すごいなやっぱり。気持ち悪いよ。ホラーだホラー。ホラーだ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 。85センチです。いや、あれ超えてねえからな。最下位だ。もう恥ずかしいです。こんなのが。やだよ。続いて、エンリコ。エンリコできんの？自信はあるってことですか？ブリッジだけはあります。ゼロセンチを目指して頑張りたいです。円になってる。円になるってことだね。そんな、あ、いく。うわー、危ない、危ない。あれでもすごくない？10センチです。あの体重であの顔見られます。かっこ今いるメンバーの中で最高ですね。はい、ブリッジ得意なんです。これは自信あります。そんな遠藤にまさかのライバルが。谷口も。はい、行きます。やらせないと。近づくだし綺麗だな。3センチです。やった。うわよかったです。3センチ。するとここだけは譲れなかった遠藤からラスト1回の申し出が。澤部さん、土田さん、ブリッジをあともう1回お願いします。いいよ。もうゼロを目指します。いいですか？いきます。意外にも負けず嫌いな遠藤、2度目の記録は。うわ、本当にすごいじゃん。ゼロじゃん。ゼロ掴んだ。ついた。ついた。マイナス4センチ。やったー。すごい。すごい。アイリー抜かしました。悔しい。悔しいね。私もう一回。そうなるよね。確かに。このままだと不公平なので、谷口にもラストチャンスを。まあそうね。やる。こっから近づく。うわ。折れちゃうって。いやでも触れないだろ。あ、行く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 。マイナス6センチ。やったー。やった。すごい。もうたった2センチですよ。多分次の時は私が勝ってるので楽しみにしておいてください。いつやるかわかんないけど。すごい。というわけで今回は谷口に軍配が。いや、これすごい、すごいですね。さあ、ブリッジは急にまたこのレベルの高い戦いに。急に2人とんでもねえやつ現れた。なりましたね。エンリコちゃんがちょっとその、うん、負けず嫌い爆発させてたけど、運動企画があるって分かった瞬間からもうブリッジだけは絶対1位目指して頑張ろうって思ってたの。まさか谷口がとんでもねえ記録を。谷口もでもこれは負けられない。はい、同い年なので負けられないなと思って頑張りました。何やってたっけ2人は。体柔らかい。そうだね、体柔らかい。何もやってない。何もやってないの？え、ダンスとか。あ、ダンスは私はやってました。エンリコちゃんは何もやってないです。何もやってないんだ。何もやってないのに、だって新体操ですね。めちゃめちゃ硬いやついたんで。信じられないぐらい。あれは見てらんなかったね。見てらんないよ。親御さんだったらもう 月謝が無駄だよ。みんなの映像を見てなんかセンスだなと思った子たちが、はいはい、とんでもねえんだなってだん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 イメージが変わってくる ね。中島さんとかやっぱすごい。中島さん、すごい。あ
れは素晴らしかったです。あれね、本当に狙ってやろうと思ってもできないのよ。確かに。あれってやっぱ神がこの子にって言ってやっぱ来るの。選ばれし、やっぱ出川さんとか。いや、本当出川さんとかでしょ。加納さんとか。もうこんなこと言うのはもうだいぶ早いけど、卒業したら魔石行きな。出川加納小宮。小宮。小宮中島で。アメトーク。